直撃ですか。まあ勝っちゃうと思うんですよね本当に。まあ少しずつですけどステップアップしてんのかなってやっぱ自分で思ってるんで、この後もちょっとお見せしちゃおうかなと思ってるんですけど、味の表現みんなにいい感じのやっぱお見せできたらなって思ってます。まあいざとなったら松岡さんが何とかしてくれることでしょう。全然大丈夫です。なんていうかみんなに見せてない力っていうんですかね、やっぱりまだ持ってるっていうか、この時のために隠してたっていうところあるんで、まあ言えることはただ一つ、首洗って待ってろよ。田所めぐみ役の高橋みなみだよ。やっぱ戦う準備はできてるんですけどね、ちょっといまいち今ちょっと筋肉の方が盛り上がってきてるんで、やっぱね今ここでやっぱ天才レポーターの私の実力見せていこうかなって思ってるんですけど、そのためにはやっぱちょっと一人じゃ寂しいなって、やっぱ寂しがり屋の小うさぎちゃんなんで、そういうところあるんで、はい、レポーターのパートナーの松岡さんを呼びたいと思います。松岡さんカモン。やってる。いやーやってます、やってます、やってるそっか、やってるぜ。まあ特訓してるって聞いてね。はい、うん、そうこれね特訓してるって聞いてね。はい、まあ自分もなんか協力できることがあったら、いいなって思って、はい、これ持ってきました。全然優しさ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 感じます、優しさ、まあ、これでね味覚を研ぎ澄ませていただければと、はい、研ぎ澄ますありがとうございます。 いただきます。見てろよみんな私の実力、いただきます。わあ美味しそうだな、すごいわ、目指しのジゴジャムアイかな、イワシの煮干しの大丈夫か大丈夫か煮干しの、そう煮干しの、うん、イチゴジャムアイ、うん、いただくよ。お上がりよ。これは、うん、自分もね、うん、昔、うん、それを食べて、うん、全く同じような反応をした覚えがある、うん、でも、うん、これを落として出したことによって、うん、まあね、うん、最初にやばいものから食べさせておけば、うん、結構後でどんなものができて、うん、出てきてきてもね、うんうん、意外と美味しいと思えるものなんだ、うんうん、それに料理をするにあたって、はい、酸いも、うん、まずいも知らないとみたいな、うん、酸いも甘いもか、うんうん、もう知っとかないと、うん、いいものは作れない、はい、うん、で、うん、どうだい、うん、なんか海が、うん、夕焼け色に染まった時、うん、振られた山下さんの味です。まずい。ねえねえ、なんでこれ作っちゃったんですか？辛いな。なんか海の、うん、海が泳いで海の山のいやじゃない、うわーもう一個食べてみようっと、うん、私今まで、うん、
美味しいものばっかりリポートしてきたんです、うん、あれが急にこんな海の幸だか、うん、大丈夫？文明の歴だか、うん、よくわかんない。食べ物食べさせられて、うん、お口の中がジャングルクルーズやなるほどね、カヌーのね、ジャングルクルーズを。周りにはアリゲーターが。はあ、どんな、どうでした？いや、いいレポートでしたね。今どうでした？本当に、的確に表現してた。ありがとうございます。イエイ、松岡さん。はい、我ながらいいレポートだった。この調子だよ、2月のイベントも大丈夫だな。私頑張りますから。自分も頑張る。あ、負けませんよ。負けない。じゃあこれから松岡さんとシャドーボクシングするんで、この辺で失礼いたします。それではイベントで